はい、皆さんこんにちは。こんにちは。嵐市民代理店の北川と木村と西村です。よろしくお願いします。さあ、今日なんですけど、伏見稲荷のね、名物お土産3選をご紹介したいと思います。イエーイということで、伏見稲荷に来たらこれさえ買っとけば間違いないっていうものをね、3つ僕たち調べで選ばせていただいたので、まあ第3位からね、順番に紹介していこうと思います。じゃあまず第3位はこちら。こちらが、京阪伏見稲荷駅から伏見稲荷大社に向かう、道中にある関西寿司万吉さんの、稲荷寿司ですね。現地のね、おばちゃんに、どこの稲荷寿司が美味しいんですかって聞いたんですけど、どこも大体一緒やという感じで、あのおばちゃんに勧めてもらったのがこちらだったんですけど、まあ、小ぶりで、小ぶりでもないか。開けます。結構しっかりしてる。美味しそうです。じゃあ早速いただいてみましょう。今日はごまですね。ほんとベーシックな稲荷寿司ですね。いただきます。いただきます。あ、美味しい、うん、絶妙な甘さとご飯の塩梅とすぐマッチしますね。ダメ無視するんですか。結構稲荷寿司売ってるお店、ほんま伏見稲荷周辺多いじゃないですか。うん、それぞれお店によって味が違うと思うんで、食べ比べみたいなしても面白いかもしれない。いいや、めっちゃそれな。もう食べやすくてね、美味しいです。なんでありますよ。普通に美味しかったですね。はい、サイズも小さすぎず大きすぎず、すごい食べやすいサイズでした。次行ってみましょう。で、第2位がこちらですね。宝玉堂さんのきつねせんべいですね。なんか買ったらサービスで割れせんべいもくださいました。すごい親切な方でしたね。で、このお店はなんか、まあ伏見稲荷いろんなところに稲荷のきつねせんべいが売ってるんですけど、うん、ここのお店が一応稲荷せんべいの発祥って言われているらしくて、昭和初期からお店がやっているので、すごい歴史のあるお店 で、でせんべいはもうすごい人気の時だと1日1000枚ぐらい手焼きでそこのお店で焼かはるんで、めっちゃおすすめです。すごい。開けてみましょう。ほんま立体的で、お麺みたいですね。お麺みたい。これ大サイズっていうのを買ったんですけど、結構大きいですよ。だいたい手ぐらい。そうです、なんか白味噌が使われているので、お味も結構特徴的やと思います。へえー、食べてみましょう。はい、はい、ということでね、お麺みたいに使ったりもできるみたいです。いただいてみましょうか。いただきます。あの匂いがなんか味噌っぽいですね。あ、ほんまやな、味噌の味噌。あ、美味しい。めっちゃパリッパリですね。うん、軽いんでいくらでも食べれそうな感じですね。確かにポロポロこぼれるから注意が必要ですね。お子さんが食べるときは。これお土産にもらったら嬉しいですよね。嬉しい、可愛いしね。写真映えもするし、子供もきっと喜ぶだろうしね、これやったら。はい、で第1位がこちら、水丸餅ですね。 SNS でもなんかすごい大人気らしくて、伏見稲荷に本店があるのよな。はい、そこがなんか本店みたいです。あのうちの店からもすごい近いところにあるんですけど、あのお土産としても大人気みたいですね。一応お店でもその場で食べれるっていうのもあるんで。あ、そうなんや。はい、なんかインスタグラムでフォトコンテストもやってるみたいですよ。おしゃれな写真で採用されたら水丸餅を毎月10名様にプレゼントしてるみたいで、ちょっと僕たちもチャレンジしてみようと思います。で、開けてみたら、お皿と黒蜜ときな粉と爪楊枝のセットで入ってたので、もうその場で一人ずつ水丸餅を作れるっていう感じです。北川さん、じゃあやってみてください。はい、いきます。はい、強めに刺すとかちゃん、うん、失敗ちゃいますそれ。こういうやつじゃなくて、そんな絞り出されてもこういうやつじゃないの。台無しじゃないですか。ちょっと待って、そんな台無しちょっと、まあ失敗や。フォトコンどころじゃないですか。これ結構難しいですよ。なりますって。まあ、なんのかな。なりますなります。やったことある。やったことあるのか。ありますあります。結構強く刺さないとダメですよ、これ多分。
刺さらない。だけど、二人とも何してんの。ほら、もう何してんの二人とも。吉村さん、北山さん笑ってる場合じゃないじゃない。同じことなってるんだ。見ててくださいね。お前何の会行きますよ。うん。え？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 あ、これです。これ。こうなのか。なんかちょっと怪しかったけどな。まあでも可愛いわ確かに。もうほんまに水を食べてるみたいな不思議な食感。ほんまなんかお餅っていうかゼリーみたいな感じ見えるな。でここに黒蜜をかけます。で、きな粉もかけます。はい、完成です。かわいいわ。それぞれの形の個性が出る。これはもう違う食べ物になってます。なんかな、なんかところてんみたいな。もうほんまに近くやもん、なんか俺も。やる気なくして崩れ落ちたスライムですね。なんかね、溶けたスライムみたいな。はい、ということでね、それぞれの水まり餅が完成しました。僕もあのこんな形にはなっちゃったんですけど、インスタフォトコンテスト絶対大賞狙いたいんで写真撮ってみました。こんな感じで結構ね、こうバッチリ決まってるかなと思うんですけど、餅の状態がちょっとね、皆さんのものとは形状がちょっと違うかもしれないですけど、でも優勝狙います。いただいてみましょうか。はい、ね、北山さんも吉村さんも初めてですか。初めてですね。いただきます。それも分からない。うん、なんかすすった方がいいのかなって。もうガッて流し込んだ方が早いような気がする。わらび餅のもっとなんか水っぽい。うん、おいしいな。でも子供とか好きなんちゃうかな。夏とかめっちゃいいですよ。夏のお土産でこれもらったらめっちゃおいしい。あ、いいな。どうでしょう。嬉しいです。なかなか2人ともだって丸いもん形が。そんなためやったんですね。そうそう、めっちゃ食べやすいし、なんかまんべんなく混ざってるから、すごい味も全部が美味しい。全部が美味しい。めんどくさかったらもうこうやってすすっていける。飲み物や。この形にしてよかったなと思いますね。はい、ということでね、第1位はこの水まり餅でした。めちゃめちゃ美味しかったな、これも。一つ思ったのが、お皿とかその付属品は全部3個入りやった。何？付属品は、各自ついてるんですけど、スプーンだけがついてなかったんで、うん、もしあの皮張ってすぐその場でちょっと食べようかなっていう時はスプーンがないので注意ですね。あ、持ち持って帰らないとちょっと厳しいかな。なるほど。まあ、最後僕みたいに崩して食べるからですね。あれやったらもうスッとこう流し込めるんで。ということで、以上が伏見で、お土産の、上位人気ナンバー3という形でした。まあ、これ以外にも伏見はいろんなお店があって、他にもね、今回ご紹介しきれなかったいろんないいお土産があるので、その辺もまたご紹介できればなと思ってます。で、もちろんうちのお店にも、売れ筋のお土産があって、こちらです。うちのとこで言ったらお土産人気なのは入浴剤ですね。うちがオリジナルで作ってる入浴剤なんですけど、今年からまたちょっと成分の方が変わりまして、周りもちょっと柚子の柑橘系の香りですごいいい香りなのと、まあ、成分もより良くなってね、あのお肌もスベスベになってくれるめちゃめちゃいい入浴剤です。こちらも今、ベースの方で買えるようになってるので、またね、試してみたい方はぜひ買ってみてください。ということで、ご参考になったでしょうか。ぜひ伏見に来られた際はね、あの今日ご紹介したとこ行ってみてください。はい、では皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。